んなに山形空港から何便も離発着するなんてことはないですし、孫にぜひ飛行機を間近に見せてあげたいなと思って連れてきました。東京公式でも使命と信じて開設させていただきました。とりあえず4月の11日まではお客様のご周知申し上げてます。これからは仙台の状況を見て、さらなる検討ということだと思ってます。